15 minute taxi to the runway, then a quick 51 minute flight to Los Angeles. And thank you for joining us this morning. Welcome aboard.来ました。チーズ。龍之介さんがシカゴから来ました。キャッチボス、キャッチボス。はい、どうも、秀樹です。はい、今回は休日ビログという形で、今回またノンレブで LA に来たんですけども、で、まあ、この LA に来た理由としてはですね、K-POP アイドルのエスパのライブを P ちゃんと龍之介さんですね。リージョナルに飛んでる。で、おなじみのジャスティンです。で、まあそのエスパのライブ行くために自分たちノンレブでみんな来たんですけども、やっぱ今日月曜日でやって、コミュニティの方たちが多くてなかなか厳しいかと思っていたんですけども、みんな1本目の便で無事に、ロサンゼルスに到着しました。そしてですね、借りた車は、白のチャレンジャー、ダッチのチャレンジャーを借りました。とりあえず今からホテルに向かいます。はい、ちゃんと飛行機は後ろ、お、後ろじゃん、後ろ、上を飛んできました。フェアフィールドというマリオット系列の、ホテルです。で、ホテルもですね、クルーホテルといって、まあ、ちょっとクルーの方のディスカウントが効いてるので、まあ、そこを一泊しようかなと。めっちゃ運転しにくい思います。前見えへん、ここから見ても前見えない。要するにセミノール飛ばしてるみたいなもん。で、じゃあバロンだ。ちょっと見づらいっていう。はい、まあそんな感じで、ジャスティンが初のこのチャレンジャーに運転に試みてます。なかなか難しいみたいですね、運転は。おお、隣に。やべえ、そっち遠い、そっち遠い。ジェットブルーのパラレプロッチしてます。はい、スケッシー、どうやって開けるんでしょうか。これ下ですかと。ちょっと龍之介が気に入っているコリアンバーベキューを食べに来ました。で、その店が朝アガシ、アガシコプチャンと言います。ここだそうです。龍之介さんのおすすめです。おお、すげえ。ええ、 X 来てる、 X 来てるよって。 X なのこの人。で、オブ X って書いてる。本当にすげえ。これが JY パークさんで、これ NMX 明日とかに。今 S パーク来た。でも、もう行くでしょ。ここにサインもらう。やっぱいいや。ここにしてもらわんと。写真だけでいいや。確かに写真だけでいいかもね。本当韓国の有名な人の店だったね。芸能人かなんかの店。そうだね。だそうですね。はい、店に入ってきました。ここはですね、何か龍之介さん。このニラ？いや。あ、これぐる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 、このニラがバリうまいらしいです。これ
肉をこれで巻いてこのニンニクの馬力がタレにつけてくるとうめぇってなるらしいです。もっともらえる？もらえる、無料。無料らしいですね。焼き始めました。スープが来ましたね。スープじゃないよこれ、多分あの卵だよ。卵だけなんです。あれだよ、スープが来ましたね。いただきます。ニンニクとネギと肉とこのリュウノスケおすすめのニラをですね、ニラを挟んではい、食べたいと思います。じゃあいただきます。エグうまいっす。ありがとう、サヒー、アガシか。今度はですね、帰るとき、龍之介が運転していきます。急に出てきたエスパル。そんなライフトゥーショット、こんなでっかく広告かけかけて立って喋れてね。行っちゃうよ。あ、みんな撮ってる。みんな撮ってる。ほら。おい。そういうスポットあんのかよ。教えてくれよ。だってここ SM エンターテインメントグループってもう。あ、ほんまや。書いてある。やばい。エスパルワンちゃん。ワンちゃんいる？マジで。3 hours later. はい、どうもおはようございます。っていうのも自分たち3時間ほどみんな仮眠をしておりました。今から向かいたいと思います。じゃあ行きましょう、行きますよ。行ってください。近づいてきました。おお、これじゃん、皆さん敷地内に入ってきましたよ。もう彼女たちと同じ空気を吸っている。空気を吸っています。私いや。特急じゃん。いい車持ってんな。ちょっとスピード出してくれる？いや、出してくれ。ありがとう。スタジアムはあそこです。新しいこのスタジアムの開設しない。なんか YouTube シアターっていう、まあなんか YouTube の施設のかな？施設のね、シアターが多分去年ぐらいにできたと思うんですけど、このでっかいやつはスーパーボールとかでもなんか使われるスタジアムみたいですね。はい、でちょうどここがですね、ロサンゼルスの2フォーレフトとライトのその最終進入のホール上にあるんですよ。夜とかこれスタジアムがやってるとすごい眩しいんですよね、フラッシュあって。はい、着きました。今中に入りましたね。いくつかフードコートが、フードトラックがありまして、ね、今から、グッズを見ていきたいと思います。ペンライト売ってました。ペンライト入りました。ありがとうございます。会場と一体化するから。はい、乾杯。なんか野球とか観戦の時のビールはうまい。じゃあ入っていきたいと思います。確かに良かったわ。いやちょっと若干ほろ酔いですけども、今から入っていきたいと思います。やべえ。うわ、確かにこれテンション上がるわ。あと3分ほどで始まります。2分ですね、あと2分で始まりますね。本番ですね。流しとくか。
저희는저는좀청순한컨셉을I'm on the next level, yeah. 절대로 rule 를 지켜 내 손을 놓지 마라. 결속은 나의 무기. 한가로 걸어가. 아, 내 home ground. We are with my soul. 지켜라, 지켜라, 지켜라. I knew a lot of them. Oh, you got it. And I think we should.
watch the Outlast video one more time. There once was a ship that put to sea. The ship was a boat, the winds blew high. Regardless, and I can't wait to say about it. I need to better if I get.
you so, so much. Have a good night. We'll see you soon.今終わりました。いかがったでしょうか。今からホテルに帰りたいと思います。終わります。そうですね、もうとりあえず可愛かったですね。で、今からホテルに帰って明日飛行機に乗って、サンフランに帰りたいと思います。はい、動画が良ければチャンネル登録とお願いします。では次の動画でしょう。